宮田村図書館は長野県上稲郡宮田村にある公立図書館。独立館の宮田村立宮田村図書館として1983年に開館し、1999年に宮田村民会館へ移転した。自動サービスを重視しつつ、みんなが学び、使い、憩い、みんなに育てられる図書館を目指した運営が行われている。 組織としては1982年12月に発足し、1983年10月1日に宮田村立宮田村図書館として開館した。長野県では4番目の村立図書館であり、文化施設の中心となることが期待された。所在地は宮田村6771-1で、鉄筋コンクリート構造を2階建ての独立館を有していた。 1999年4月2日、新築された複合施設宮田村民会館の中へ移転した。館内には学習室、屋外には読書広場も整備された。この時、館名を宮田村図書館に改称した。宮田村の出身者だった哲学者の唐木純造が寄贈した図書約3500冊からなる唐木純造文庫を保有する。 2019年現在の蔵書数は約6万冊で、うち5.5万冊が公開書家にある。小規模な図書館であり、新着図書も少ないが、その分、一冊ずつ本の帯を装着して、蔵書検索の便宜を図っている。コンピュータシステムには、日本電気リックスレイを採用している。図書館は、宮田村民会館内にあり、道館で最大の床面積を占める施設となっている。 同会は地域総合整備事業債を主に利用し16億5245万3千円をかけて1998年10月30日に竣工した白鳥建築設計事務所の設計管理宮下小林黒高地建設共同企業体の施行による鉄骨鉄筋コンクリート構造平屋建て一部2階建てで 敷地面積は9402平方メートル、建築面積は2741.50平方メートル、延べ床面積は3419.33平方メートル。道館には他にホール、研修室、向山正重民族資料館を併設している。ホールは可動式の300席を備え、コンサート、演劇、公演などに利用される。 向山正重民族資料館は、宮田村出身の民族学者、向山正重が収集した資料を中心に展示する民族資料館であり、郷土の民具に向山の解説を付したり、向山の歌人としての側面に着目した展示を取り入れたりしている。宮田村は半径2トル以内に生活圏が収まっており、村民同士が顔なじみの関係にある。 図書館員と利用者、利用者同士の間でも、顔なじみとなり、館内では、情報交換や、偶然の再会を喜び合う光景が見られる。中には、外に出ていた方がいいと言って、毎日のように足しげく図書館に通い、半日ほど滞在する高齢者もいる。多様な年齢層が訪れる中で、夕方には演じずれの保護者の姿が目立ち、館内を賑わせる。宮田村図書館では、 自動サービスを中心に据えた運営を続けてきた。例えば毎月のお話会や福祉課と連携して行うブックスターと様々な人と協力して行う図書館祭りなどがある。図書館祭りは1990年代には年2回開催していたが2019年現在は年1回である。大ホールで音楽劇。 図書館で読み聞かせなど村民会館全体を使って行われる。一方で、高齢化社会の進展に伴って、高齢者が生きがいを持てるように高齢者や働き盛りの世代に向けたサービスの提供も模索されている。一例として、館内のギャラリーでは、地域住民の絵画、書道、写真などの展示を行い、村の広報誌、広報宮田の 図書館だよりで村民のリレー随筆を掲載するといった活動に取り組んでいる。また、児童書専門のコマ書店店長講師に招いた絵本読み聞かせ講座、図書館ボランティア活動の学習会などを開催したことがある。ありがとうございます。